長田新、教育第3巻第1号、岩波書店、1935年の写真長田新は、現在の長野県茅野市出身の教育学者。広島大学名誉教授。専門は、教育思想史。長田新広島高等師範学校編集、櫛田和夫著、広島高等師範学校50年史長ところ1951年の、 写真長野県諏訪郡豊平村出身。古田小学校下、古田文校では、歌人、島木赤彦の父、塚原浅次教諭の教えを受ける。長野県立諏訪中学校、広島高等市範学校英語科を卒業後、大分市範学校の教諭を3年務めた後、1915年、京都帝国大学文学部卒業。 旧姓広島分理科大学教授在任中の1945年8月6日、広島に投下された原爆に被爆し重傷を負ったが、家族や教え子の看護で救死に一生を得た。敗戦直後の12月には学長に就任して、広島分理大の再建にあたり、その後学生改革により、新生広島大学が設置されると1953年の、 体館まで同大学の教授を務めた。1947年には、日本教育学会初代会長に就任した。また、日本子供を守る会を結成しその初代会長を務めるなど、戦後の日本の教育再建の立役者の一人となった。宮原誠一、矢川徳光、梅根悟ら、戦前、戦中期に活躍した教育学者には、戦後、 戦時中の戦争協力を煽った論文や文書や業績を省略、削除、隠蔽する者がいたが、進歩的文化人が、戦時中は、戦争は、人類進歩の原動力と極限して、体制迎合し、戦後になると平和主義者、民主主義者に表現したという暴露本、進歩的文化人が者先生戦前戦後現地集には、永田について、 次の副題が付けられている。長田信、収立盾論から、絶対平和論、進歩的文化人学者先生戦前戦後現地集、全貌者、昭和32年専攻は、西洋教育史、思想史の研究であり、その方面での著作が多数あるが、特にペスタロッチ教育学の研究でよく知られている。 彼はペスタロッチに浸水してその教えを広げることに尽力し、自らの墓所はスイスのペスタロッチの墓のそばにと希望し、その横に埋葬されている。ペスタロッチ教育賞受賞式日本の優れた民衆教育実践者に対して与えられるペスタロッチ教育賞は、長田と彼がその中心となって確立した広島大学。 教育学部内のペスタロッチー研究室の長年に渡る業績を記念して創設された教育関係では最も権威のある賞の一つである。慶應義塾大学名誉教授の村井実やフレーベル研究で知られる庄司雅子は長田の弟子である。長田は自らの被爆経験から原爆反対などの平和運動にも積極的に参加し原爆を体験した。 少年少女たちの手記を集め、原爆の子広島の少年少女の訴えとして岩波書店から刊行した。同書は、その後世界各国語に翻訳され、また1952年には、新道兼人監督、近代映画協会により、音は信子主演で、原爆の子、翌1953年には、 関川秀夫監督、八木康太郎脚本により、広島として映画化されるなど、大きな社会的反響を呼び、平和教育のバイブルと称された。2009年、ロシア語版が刊行されて、これで13カ国語に翻訳されたことになる。ありがとうございます。